この、なんか戦ったことある、この感じの絵まででりゃいいのね。戦ったことが、何百年も前から生きてんの？清の風景は あ戦での、も子供変わみらたいず、な感じのキャラクターだ、なんか。人の世とはこうも白露と泡のように儚い。つれづれなるままに引くらし、硯に向かして。じゃない？アルマ。伝統この状態。なんか、なんとか秘話ってあって。スペシャルゲスト。あの条件まだ全然ねえんだ。翌日のって書いてるような気がする。旅人さん、パイモンさん、お久しぶりです。はい。ですが我々は渡墨島の管理者としてではなく、個人としての身分でこの招待をお受けいたしました。近頃は渡墨島の事務もさほど多くはありませんし、私も本が買いたかったので来ることにしたのです。五郎は姿の彩り祭には興味がなかったのですが、私が離島に来ると聞いて一緒に来てくれました。三五宮様が渡墨島を離れると聞いてはな。それに今日は文通相手ともお会いになるらしいから、大将として三五宮様をお守りするのは当然だ。文通相手？はい、最近知り合って連絡を取り始めたお方なのです。娯楽小説の趣味も似ていて、興味深い考えを思いついては語り合っています。もちろん意見をぶつけ合う時だってありますよ。せっかく姿の彩り祭に来るのですから、この機会に小説鑑賞会を開くことにしました。小説について語り合うつもりです。なんかすごく専門的な回だな。そうだ、二人とも小説が好きなんだったら一緒に作ってみるのはどうだ。稲妻の小説業界を変えられちゃうかもしれないぞ。それは面白い考えですね。さて、そろそろ時間です。私と五郎は待ち合わせの場所へ向かいますね。ココミ、オイラもお前の文通相手が気になるから一緒に行ってもいいか。遠くから見るだけでお前たちの邪魔はしないからさ。そうですね、あなたたちなら問題はないでしょう。では一緒に行きましょう。
つらいってね、会いに行く。つらいってね、いいね。つらいってすぐ近くにいる。うん、ここみんな。約束の場所はここです。周りには誰もいないな。どうやら早く来すぎてしまったようだ。おやおや、誰かと思えばナンチラではないか。争いが起きないといいんだけど。さすがは鳴神大社の宮司様、相変わらずお高く泊まっていらっしゃいますね。何時こそ、さすが渡墨島の指導者じゃな。姿はクラゲのようにか弱く見えても、言葉には毒が詰まっておる。こんにちは。はじめまして、コンコン油揚げさん。よろしく頼むぞ、深海牛の下殿。一体どういうことだ？まさか、ここみの文通相手っていうのはミコだったのか。いやいや、でもこの二人の様子からするととっくにお互いの身分を知ってたみたいだよな。ってことは、うん、わっぱらが何を言うておるのかわらわにはわからぬの。わらわはただ深海牛の下殿と小説鑑賞会を開きに来ただけじゃ。さて、行くとするかの。鑑賞会は勘定奉行所で行う。景色もよく、茶を飲むのにも最適じゃ。存分に創作を語り合おうぞ。なんで小説鑑賞会が勘定奉行所で開かれるんだよ。そんなの信じる方がおかしいぞ。お前たちが話し合ったりしたら小説業界が変わるどころか稲妻全体の情勢が変わっちゃうぞ。もうすぐ渡墨島は稲妻の将来について幕府と正式に会談をします。その会談が開かれるまでに非公式の会合をしておくことも必要なのです。そうじゃ、特にわらわのような幕府外の者が出向くことで双方が腹の内を話しやすくなるじゃろ。ただわらわたちはこれが初めての対面なのじゃ。民衆に発表するにはまだ早すぎる。そうだったのか。そういえば何時らの大将が見えぬが、何時はあやつも来ると言っていたではないか。あれ、本当だ。五郎のやついつの間にかいなくなってる。五郎は私のために本の買い付けをしておりますので、今回の鑑賞会には参りません。なんと、実に残念じゃ。あやつのモフモフな耳がまた見られると思ったのじゃがの。旅人さん、少しいいですか。実は以前からなんとなく五郎は八重宮司との付き合いが苦手なのではないかと気づいていました。ですので今回離島へ来る際は五郎を連れてこないつもりでした。おそらく五郎は先ほど八重宮司を見た瞬間に本能的に隠れてしまったのでしょう。しかし五郎は責任感が強いため
次に私と顔を合わせるとき、きっと恥ずかしさで身が縮む思いをします。それで本の買い付けという任務を与えて、心の負担を少し和らげようと思うのです。ですが五郎は今までほとんど買い物をしたことがありません。そこであなたについていてもらいたいのです。ココミ、お前は安心してミコと話をしてたらいいぞ。本を買う方はオイラたちとゴロウに任せろ。はい、よろしくお願いします。買うべき本を一覧にしておきました。この紙をゴロウに渡してください。本渡せばいいの？どういいんだろう。この辺で本が売ってんでしょ。見えねえんだけど。あ、近くにいるのか。ん？あ、いたじゃん。ゴロ、大丈夫か？あ、お前たちか。まさかあの女が急に現れるとは。あいつとはどう接していいかわからないのだ。気づいたらもうその辺に隠れてしまっていた。俺は三五宮様の安全を守るために来たのに、何もできなかったばかりか、結局負担になってしまうとは。ゴロ、あんまり自分を責めるなよ。実はココミからお前に頼みたい重要な任務があるみたいなんだ。これは三五宮様の買い物一覧表。きっとこれで失敗を取り返せってことだな。よし、わかった。あとは俺に任せろ。オイラたちも一緒に行くぜ。ちょうど祭りのガイドをしてるんだ。お前を姿の彩り祭に連れてってやるよ。オンに切る。リストにあった陽光山の夜という童話がここで売ってるはずだ。童話？ああ、渡墨島の子供たちへの本なんだ。この本は分かりやすいから字を習うのに最適だと三五宮様が言っていた。こんにちは。陽光山の夜を5冊くれるか？毎度あり。おや、お客さん運がいいですね。ちょうど引き換え券が当たりましたので、おまけで商品を差し上げます。おー、商品がもらえるのか。よかったな、ゴロー。こちらが商品の狐のぬいぐるみです。お受け取りください。何？狐のぬいぐるみ？はい、どうされました？尻尾の毛が逆立っているみたいですが。いや、なんでもない。商品をありがとう。この狐のぬいぐるみは、よかったらお前が受け取ってくれ。ああ、本を買うのに付き合ってくれた礼だと思ってくれ。はぁ、どうやらゴロウはミコを見ちゃったトラウマからまだ抜け出せてないみたいだな。この次は、まあ今回の旅の要ではないが、娯楽小説だ。一覧表によると、新収集権録の新刊はすでに小野寺という編集者に代理で買ってもらっているらしい。あまり先方を待たせないようにしないと。その人なら知ってるぞ。連れてってやるぜ。
小野寺さんか。俺は深海牛の下さんの新州集権録新刊を取りに来たものだ。こんにちは。ご用意してありますよ。深海牛の下さんは姿の彩り祭のお客さんだそうですが、船の予定が合わずサイン即売会には間に合わなかったようですね。それ以外にもここに書いてある本で在庫があるものをそれぞれ一冊ずつ頼む。かしこまりました。どれどれ。おや、お客さん、とても幸運ですよ。ちょうど浜原安泉記の100人目の購入者となりました。八重様の直筆書評が入った特別版をお送りいたします。なぜこうなる。お客さん、どうされましたか。顔色が悪いようですが。なんでもない。ありがとう。その本は受け取っておく。何しろさ、深海牛の下さんから頼まれたものだ。書評の入った特別版ならばより喜んでもらえるだろう。なんか無理してそうだな。幸運なのか不運なのか。それから実はただいま八重堂では抽選会を行っているのですが、この金額なら抽選に参加できますよ。一緒に抽選台へ行きましょう。お客さん、こちらで抽選に参加してみてください。これを回してしばらくすると玉が出てきます。運が良ければ当たるかもしれませんよ。あ、ゴロ、やってみろよ。どれどれ。金色。お客さんすごいですよ。特徴です。ゴロ、お前今日すごく運がいいみたいだぞ。ところで特賞は何がもらえるんだ。特賞は八重堂から出版されている娯楽小説の全巻セットです。八重巫女様ご本人から商品が贈呈されるだけでなく、八重様と握手して記念撮影ができる機会も。何？あの女に会わなければならないだけでなく、握手して記念撮影だと。何？あの兄ちゃん、八重堂の特賞を当てたのか。良すぎるだろう。娯楽小説全巻セットってとんでもない金額だぞ。その編集さん、一つ相談したいことがある。実は俺は娯楽小説が欲しいわけではないんだ。え、それは商品を諦めるということですか。ゴロ、諦めたりしちゃダメだぞ。ニコに会いたくないのなら、オイラたちが方法を考えてやる。いや、誤解だ。俺は商品がいらないわけじゃない。もちろん贈呈も撮影も何だって受け入れる。ただ八重堂に一つお願いがあるんだ。商品を同額の能楽書籍に変えてくれないか。能楽書籍。ああ、俺たちの住む渡積島の土地は痩せていて、作物がなかなか育たない。だから俺たちはずっと住民の暮らしがより良いものになるよう新しい農法を模索しているんだ。さ、うん、深海牛の下さんが今回姿の彩り祭に来た大事な目的は、作物栽培と養殖に関する書籍を手に入れること。もしそれらの本を商品として交換できれば、俺たちは予算を節約できる。
そうすれば深海牛下さんも他にも必要なものをさらに買うことができるだろう。なるほど、お考えは分かりました。でもこれは私ではどうにもなりませんので、八重様に聞いてみる必要があります。今から八重様に連絡しますので、お客さんは五花仙広場で報告をお待ちください。場合によっては八重様が直々に相談にいらっしゃるかもしれません。ああ、分かった。の結末は死んじゃう。さっきのゴロすごく勇敢だったな。ミコのことが苦手なのに商品の贈呈を受け入れたばかりか、自分の要望まで言うなんて。そうか、あの時はただ三五宮様に任せられたってことと、渡積島の民たちを思い出して急に勇気が出たんだ。俺は渡積島の大将なんだ。こんなところで負けちゃダメだろ。今になって兵を率いて戦場に出ていた時の感覚を思い出した。たとえ八重巫と直々に交渉することになっても、あいつの気迫に影響されたりしない。ゴロ、なんかまだ緊張してないか？あの女が俺を困らせるような要求をしてこないかと思ってな。皆さん、お待たせしてすみません。状況は？八重口は何と言ってた？ご要望にお答えして、商品を娯楽小説から農学関係の書籍へ変更できそうです。やった！それにお客さんの利用目的を考慮しておまけをしてもいいともおっしゃっていました。今から私と八重堂の倉庫まで本を選びに行きましょう。お客さんは明日の夜に船に乗ると聞きましたので、選んだ書籍は我々が直接船に運びましょう。直接運ぶ？なら商品の贈呈はどうなる？書籍選びは手間がかかりますし、八重様はあなたに姿の彩り祭の良い思い出を持ったまま帰ってほしいとのことで、贈呈式は中止するそうです。ですが八重様から手紙を預かっております。お時間があるときに読んでください。まさか八重巫女が贈呈式を取り消すなんてな。はあ、またあいつにひどいことをされるんじゃないかと思っていたが、どうやら俺の心が狭かっただけのようだ。じゃあ、俺は編集さんと本を選びに行ってくれ。あ、明日の夜にまた。じゃあ細かすぎて見えないけど、翌日にしてアバウトな時間で考えてみるか。どうなのかな。深夜ではないと思うんだけど、夕方なのかな。浮世の風景は1時から2時、11時から12時。
人の移住時だって書いてある。見れば分かるわ。あ、8時までだから俺過ぎてんだ。時間が多分。今でなんだよ。多分。あ、多分、過ぎてんだ。こうじゃない、ダメなの。旅人さん、パイモンさん、お見送りに来てくださりありがとうございます。とても価値あるものでした。小説鑑賞会も成功し、この先行われる正式な会談に希望が持てそうです。それに、ゴローもお手柄でした。また津見島のためにこんなにもたくさんの書籍を確保してくれたのですから。特賞を引いたのは俺だが、結局は八重巫女から送られた本だ。また機会があればきちんと礼を言わなければならない。そういえば、昨日八重宮司から手紙を受け取ったそうですが、何が書かれていたのですか？あ、すっかり忘れていた。どれどれ。ゴローへ、贈呈式と記念撮影があると聞いて、汝はさぞかし動揺し不安に駆られたことじゃろう。よもや汝がこれらの条件を受け入れた上に、かような要求をしてくるとはな。汝のその勇気、尊重するに値する。これらの書籍は、渡津見島への少しばかりの気持ちじゃ。汝への贈り物でもあるゆえ、気に入ってくれることを願う。さて、ここまで読んだ汝は、さぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。実はその機会はもうすでに来ておるのじゃ。来月八重堂では、娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定での。五郎は忍耐強い上、美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれぬか。汝のためだけに仕立てたものを、わらわが特別に用意してやろう。ち、な、に、に、女物じゃ。終わりっていうのかな。